僕あんまり演劇見ないんで、今回の劇がどれくらいのポジションというか、ポジション、ポジション極東ですものすごいものを今日見てしまったなっていう。相当変わったものに なるんですか。相当変わったものでしたよねそうですね、大きくうなずいてくださって文学 YouTuber のチャンネル。サブテルニアン、どうやって入るんだ、どこだ入り口は こんにちは、ムーです。本日もね、花見月文学記念館からお送りさせていただいております。先日告知させていただいた女優のマリサさんによる企画立案演出主演もろもろの舞台ウィリアム・フォークナー原作響きと怒りという作品を舞台化するプロジェクト刺激響きと怒りの東京公演最終日にお邪魔させていただきまして、今ねリハーサルの様子を映像で見ていただいたわけですけれども、いかがですかね。このフォークナーの響きと怒りという作品は、数ある文学作品の中でもかなり難解な作品としてね知られているものなので、それを舞台化するってどういう感じなんだってちょっとねイメージが湧きにくいところではあると思うんですけれども、私もね実際のリハーサルを見させていただくまで全くイメージが湧かなくて、どんな感じで舞台化するのかなと不
思議だったんですけど、見ていただいたようにマリサさんともう一人このプロジェクトの音楽面と映像面を一身になっている中澤直さんっていう男性の方、彼が常に、まあ、舞台の向かって右奥に配置していて、バイオリンですとかマンドリンですとかギターエフェクターみたいな機材を並べて最小限の音楽機材で本当必要最低限の音を鳴らしながら、まあ、マリサさんと一緒に、まあ、彼の作ったオリジナル楽曲を歌ったりですとか、そういった形で、まあ、ミュージカルみたいなね、音楽をふんだんに織り交ぜた形での演劇作品となってるわけですね。さらにすごいのが脚本ですね。この舞台は単にそのウィリアム・フォークナーの響きと怒りという作品を本に書かれた内容のまんま演じるんではなくて、この作品に知的障害を持ったベンジーっていうね人物が出てくるんですけれども、彼は言葉によるコミュニケーション、まあ、その自分の言葉で自分の意思を相手に明確に伝えることが、まあ、比較的不自由であるという部分に着目したマリサさんが、そういった部分からこの作品を読んで感じ取った部分をより深く掘り下げていって、まあ、二次創作的というかかなり原作に忠実な形で、でも元々の作品にはなかったような言葉ですとか展開ですとか、そういった部分を創作していって、まあ、ほぼほぼオリジナルの台本になってるっていう。私特にすごいなと思ったのが、まあ、リハの映像ね見ていただくと分かると思うんですけども、かなり簡素な舞台になってですね、でマリサさん一緒に想像してくださいって、ここに玄関があって何々があって何々があってって欲生東派の舞台を高速で言葉で説明していって、で見てる人のこの想像で補ってもらう。だから落語なんかもかなり近い世界観だと思うんですけども、まあ、音楽なんかも含めて必要最小限のツールを用いて、マリサさんがこの響きと怒りという作品に出てくる様々な登場人物を演じ分ける、早口で長尺のセリフを一気にまくし立てたかと思えば、繊細な小金を使い分けたりですとか、感情を込めた演技をしている自分自身にツッコミを入れるようなコミカルな挿入を入れたりですとか、なんかもうほぼ一人で全部演じ分ける。この舞台の右奥で音楽面を担当している中澤直さんも実はちょっと喋ったりするんですけど、ほぼほぼマリサさん一人でこの全ての登場人物を演じ分ける。約75分間にわたってこれも圧巻ですよ。まあ、残念ながら今回コロナ自粛ということもあって、入場人数もかなり減らした上で、まあ、東京公演も全て終了してしまったんですけれども、まあ、この動画を視聴いただいている方の中で先ほどのリハの様子を、ね、見て、あ、そんな劇だって、あ、見たかったかもって思った方もいらっしゃると思うんですよ。私もこのプロジェクト、まあ、間接的にいろいろ関わらせていただく中で、もう宣伝の仕方がちょっとね、もうちょっとどういう内容か伝わるような、もう私自身もだからそのリハーサルの様子を見るまで、あ、こんな感じなのって分からなかったので、今もね、リハの映像見ていただいて、ちょっと気になってる方もいらっしゃると思うんですよ。朗報です。この東京公演の様子、映像に残されてるんですね。それをアーカイブ配信が決定しました。これ期間限定で、今日が2021年2月の21日なんですけど、ちょうど1週間後の2月28日日曜日夜の8時から、その2週間後の3月14日日曜日まで期間限定でアーカイブ配信。まあもちろん有料です。2500円プラス手数料100円。で、コンビニ決済の場合はさらにプラス100円。まあ合計2700円になるのかな。で、さらに、その後3月下旬から感激三昧っていうサービスがあるらしいんですけど、私よくわからないですけどね。まあこれが月額950円プラス消費税。1045円かな。ここで3月下旬からまた別途アーカイブ配信やるみたいです。で、詳細の方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。まあ、やっぱりこういった舞台の作品って実際にね、会場に行って、まあ、特に今回のような小規模の公演っていうのは、もう本当に演者のマリサさんがもう間近でものすごい迫力で様々な登場人物を演じ分けて、もう言葉の洪水を浴びるような。で、小規模なセットながらも映像も効果的に取り入れられていて、で、この中澤直さんとかマリサさんって結構映像も強い方なので、こうさりげなく後ろに映る映像がかなりクオリティ高いんですよ。まあ、そういった部分も含めてやっぱり生で見るっていうのは最善ではあるとは思うんですけれども、まあ、そういった魅力のかなりの部分もね、このアーカイブの映像で楽しむことができると思いますので、ぜひね、概要欄のリンクからアーカイブチェックしてみてください。それもう一つ、この舞台のために制作された中澤直さんのオリジナル楽曲6曲プラスライブ音源2曲と書いてあったんですけど、そういった音源ですとか、あとビジュアルブックをね別途販売するらしいんですよ。ただ条件があって、これ完全受注生産で、申し込みが30件を超えたら生産販売決定っていう形のもので、収録内容が、未公開含むプロジェクト写真、プロジェクト写真っていうのは、プロジェクトの記録写真、舞台写真、ツアーオフショットなど、関係者インタビュー、それからマリサさんの演出ノート、これは気になりますね。これ実際にだからアーカイブなんかも含めてこの劇を見た方、特にこの原作のフォークナーの響きと怒りという作品を読まれたことある方は、どうやってこの脚本書いたんだって結構気になると、まあ私なんかもすごく気になるんですけど、今回のこのプロジェクト見させていただく中で、私が一番びっくりしたとこが、この脚本どうやって書いたんだ、よくこんな形で作品の内容を掘り下げてって自分なりに脚本作り上げることできるの。でこの後ね、アフタートークの私とマリサさんとプロジェクトメンバーの宮さんとね、3人でアフタートークしてる様子動画でお見せしますけど、短期間でものすごい量の脚本書いて、でそれを少なくしてって、でまた増やしてみたいな、結構複雑なことやってるらしいんですけど
創作力の凄さに圧倒されますね。でそれを全部一人で演じちゃうマルチタレントとかマルチプレイヤーっていうんですかね、こういう方ね、天才なんじゃないかこの人っていうねびっくりしますよ本当に。この創作の、まあ、演出ノート、それからプロジェクトメンバーの飲み屋さんって方がいらっしゃるんですけど、この方はこの劇で使われた楽曲の作詞の部分でかなりアイデアを出されてるみたいですけど、その試作ノート、それから戯曲の一部抜粋ってなんだこれ、なんでしょうねちょっとよくわかんないですけど入ってますね。とグース・ジンの絵画作品、これね何かって言いますと、マリサさんの弟さんなんですね、このグース・ジンさんって方ね。で、まあ、ご本人 もう公表されてますし、私のチャンネルにね以前マリサさんが出演していただいた際も、まあ、もうお話しされてることなので問題ないかと思うんですけども、まあ、このグース・ジンさんっていうマリサさんの弟さんが知的障害を持った方なんですね。まあ、実はこのプロジェクトをマリサさんが始めるきっかけになった部分としてこの弟さんのことがあったみたいなんですけれども、この響きと怒りという作品に登場するベンジ、知的障害を持った人物、言葉によるコミュニケーションをうまく取ることができない、言葉でうまく意思を伝えることができないっていう部分を社会的に奪われてしまった言葉と捉えて、そしてそれを、まあ、弟さんのグース・ジンさんと重ね合わせて、まあ、インスピレーションを膨らませていったという着想の流れがあったみたいなんですね。で今回の舞台においてもこのグース・ジンさんがかなり力を貸してくださっていて、この舞台に使われた映像の部分ですとか、ベンジーの声の再現ですとか、舞台のセットに使われている美術作品みたいな部分も、まあ、彼が携わって、まあ、この方の絵画作品も収録されている。これね、だから実際にアーカイブなんかも含めてこの舞台をね見られた方はビジュアルブックね興味深い作品なんじゃないかなと思うので、販売の条件があって3月14日日曜日かなの深夜0時ですね、24時までに30件の申し込みがないと生産の決定がされないの で実際、まあ、私2月14日舞台見に行きましたけど、本番の劇終わった後にもうお客さんで申し込みされてる方も結構いらっしゃいましたので、まあ、この動画見られてる方で実際劇に興味持たれた方はぜひアーカイブでまず見ていただいて、それでおこれはすごいなお作品を見ていただいて、さらに興味を持っていただいた方はぜひねこちらのビジュアルブックオリジナル楽曲、まあ、まだ3週間ぐらいありますので、3月14日までに30件ぜひね超えたいので、ね、申し込みの方をお願いできればと思います。もちろんこれ有料です。あのオリジナル楽曲の方が、800円、6曲プラスライブ音源2曲、あで楽曲がねタイトルだけ、まあ、これ実際舞台見てない方なんだかよくわかんないと思うんですけども、一応楽曲のタイトルが子供たちの歌、名を変えられる黒人の歌、ロックソング雨の時間、名を変えられるベンジーの歌、木の歌、6曲プラスボーナストラック2曲なんでしょうね、ライブ音源気になりますけど、未公開舞台写真付き歌詞カードデータだって、これもつくんだ。で800円です。でビジュアルブックの方が、送料込みの2800円、おすごい送料込みで、これ3月14日までに30件以上の申し込みがあったら、まあ、販売決定ということで、まあ、これ受注生産なのでここから生産が始まるわけですね。で5月14日の金曜日までに申し込み受付で、6月下旬に発送の予定ということです。こちらもね詳細のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんなわけでね、以前の動画でも告知していた通り、まあ、先ほどリハの映像をね見ていただいた2月14日の東京公演最終日の公演終了後にアフタートークのゲストスピーカーとして私が登壇させていただきましたので、そちらの様子をねぜひこの後お楽しみいただければと思います。では、ありがとうございました。まずは文学文学に関する動画を YouTube の方に上げる活動をしておりまして、まあ、そんなところです。ざくしてな。あれ、ご専門とかってあるんでしたっけ？日本とかアメリカとかあんまり関係なく。関係なく趣味で。YouTuber として文学を考えるみたいなことを。まあ、そんなところです。はい、ぜひ皆さん検索してみてください。はい、ありがとうございます。まあ、その文学作品ってものが好きでずっと読んできたんですけど、そもそも文学って何なのって聞かれた時に、いや文学っていうのはこれこれこういうものですって一言で答えることができないなって気づいちゃったんですよ、うんうん、あ文学って何だろうと思って、であでこれ面白いなと思って、うん、じゃあその分からないってことそのものをテーマにしたチャンネルを作ろうと思って、まあ、文学ってものじゃ仮に言葉の芸術とは仮定義した上で、そうするとまあ言葉に関する芸術って何だろうなってところでまた一個視点が変わるので、言葉に関する表現みたいなものを自分なりに調べて、その時分かったことを、まあ、動画にまとめて上げていくみたいな活動ですね。ムーさんとは1年ちょっと前、コロナがまだこんな風になる前にポートランドカフェでやってるんですけど、当時人が集まるのとかも問題なかった頃に、そうですね、英語の勉強していた時に、そうなんです、フォークナーが好きでみたいなことをおっしゃってて、たまたまですね、で私もフォークナーの芝居を作ろうとしてるんですけどびっくりしました。ところで何をやるんですかって聞かれたから、響きと怒りですって言ったら、僕一番フォークナーで好きな小説ですっておっしゃってましたよね。文学作品ってものそこまでまだ意識していなかった時期、ちょっと文学ってものをこれからちゃんと読んでいこうって思った時に、2番目に手につけたのが響きと光だったんですよ。なるほど
最初が嵐ヶ丘っていう、はいはい、もうちょっと100年ぐらい前の作品なんですけど、それよりもたまたまその次にそう今日ちょっとねいろいろこのいろいろ聞きたいですよね。原書とかあと翻訳ですね、こちら響きと怒りとかオーディオブックもあるんですけど、まあそれはさすがに持ってきても意味がないのでほう、はい、今日これ全部マリタさんが、いやでもかなり創作の部分も含まれてそうですね、すごい、もう本当にあっ圧倒されました。キャディを中心に娘のクエンティンも含めて、もともとの原作にいなかったような部分をかなり掘り下げて、ね、マリタさんなりに、まあ、これだけの世界観を提示して、主に後書きっていうところにフォークナーが書いてあるキャディがその後どうなったかを私が5倍ぐらいに作りまして、まあ、これにしたっていう。もともとこの作品って全然説明がない作品で、だから読んでて意味がわからないんですよね。だって読んでいくうちに徐々にああなるほどみたいな、はいはいはい、まあ間接的に全体像が見えてくるみたいな、時系列もかなりぐちゃぐちゃだし、分からないところをちょっとずつ分かっていく。でこれ出版された時にやっぱりさすがにもう意味分かんない作品なんで全然反応がなかった。後々だからそのマルカム・カウリーってすごい有能な編集者が、うん、まあ、アメリカのまあそういう力ある作家を一人ずつ紹介していくってポータブルシリーズっていうのを出して、でこれ出たらもう20年ぐらいだと。で、あ、じゃあフォークナー特集しましょうってなった時に、そのマルカム・カウリーさんはすごい優れてたから、まあ、フォークナーのいろんな作品、その良くなことをファシリーズ、はいはいはい、まあ、これの作品も含んだ、もう分かりやすくこの作品の面白みはこういうところでコンパクトにまとめたポータブルフォークナーっていうのを出して、それであこんなすごい作家いたんだって、ね、一気に全国区になったんですよね。へえ。その3年後にノーベル文学賞受賞なんで、めちゃめちゃすごい。でそのポータブルフォークナーの内容が、まあ、後書きにちょっと追加されてて、はいはいはい、そこをかなり取り入れられてたので、そうでしたね、ちょっと面白いなって最後のだからハリウッドのとか、うんうん、そういう後日談的な部分がそのポータブルフォークナーで初めて追加でちょっと書かれてるんですよね。その部分がかなり取り入れられてたんで、でも僕はこの作品その好きになったところとして、あの第2章の今回雪でも取り入れられてましたけども、はい、お兄ちゃんのクエンティンとキャディか川辺のところで、ね、はいはい、書き合いというかそこがすごく好きで、マリタさんもその話したことがあったので、ね、この劇でどういうふうにその場面が取り入れられるのかなってところをすごく、まあ、期待しながら見てたんですけど、あまさかああいう形でっていうので泣きそうになりましたね優しい、ありがとうございます。いやもっとだからすごい言葉の掛け合いみたいなのをイメージしたんですよ。すごいテンションも爆上がりの、うんうんうん、もうすごい感情込めた感じだったらすごい抜きでいったんで、あこれはすごいなっていう。皆さんどのシーンか見てこれどうですか。あれはキャディが結婚する日の前日と前々日が混ざってるような、そうですね、ぐちゃっとしたところです ね、 ですね。お兄ちゃんはずっとまあその妹のキャディのことがまあ好きなのかな、うん、好きで、でキャディが結婚しちゃうっていうのでやだやだってなって、うん、やだやだ、まあまあまあ、キャディが小川で来たってなってるところにこう来て、うん、やめろよみたいなことを言うんですよ ね、 そうですね。正直言うと自分のイメージしてた雰囲気とちょっと違かったんですけど、うん、あでもこういう見方もあるんだみたいな、もっと異様な掛け合いっていうかテンションの、うんうんうん、でも感情はここまでこもってない感じで、うん、ものすごいスピードで言葉の掛け合いがみたいなイメージだったんですけど、うんうん、もっとなんか抜きな感じだったので、うん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 、あなるほどなみたいな、あ喉にこうナイフ当てて、はいはい、もういいよ私のこと殺してもみたいな、うんうん、そこのところとかもこの実際のだから、まあ、翻訳ですとか現象の部分を見るとすごいんですよ。悶々とした気持ちとね現実の言葉とかバーッと混ざってるような、そう空想みたいなのが入り混じったものすごい文章の羅列が来るところなんで、読んでても僕はすごい引き込まれて、もう、はいはいはい、ものすごいスピードでページめくった記憶があるんですけど、うん、でたまにキャディのプアクエンティン、はいはい、かわいそうなクエンティンっていうのが入る。変な話ですけど、こう男の人がすごい盛り上がってる時になんか恋愛ってこんなもんなのかなみたいに、あなるほど、ね、その瞬間ってないですか女性陣なんかこれはもう流れに任せればいいのかなみたいなナイフ突き出してんだか何突き出してんだか知らないけどと、そういう感じか、まあ、なんか読んだ時の私はね、でも面白いですね、なんかお兄ちゃん盛り上がっちゃってなみたいなこう気分に私は読んでてなって、はい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 、ちょっとああいう表現に、それにはいそうですねわかりました好きにしてくださいってこう言っちゃう自分みたいな。だから最初に一人劇で75分って言った時に、うん、と思って一人で75分ってどういうことだと思ってこれ表現しきれるのかどういう感じなのかなと思ってたんですけど、うん、この一つの劇の中でいろんなその言葉の見せ方があったので、うん、先ほどそのテロップ入れたりですとか、うん、テロップって言い方があってるか、うん、まあ、文字を出したりですとか言葉の表現っていうところでものすごい可能性を感じたというか、僕あんまり演劇見ないんで今回の劇がどれくらいのポジションというか、うん、ポジションポジション あの極東ですそしたらものすごいものをなんか今日見てしまったなっていう、相当変わったものに なるんですか相当変わったものでしたよねそうですね、大きくなぜてくださってちょっとインスタレーションと演劇の間みたいな感じ、あなるほどなるほど、響きと怒りは
読んだことある方ってどれぐらいいらっしゃる？いらっしゃる。今日は響きといたりか。演劇ってやっぱり勝手な偏見なんですけど、やっぱ感情入れすぎちゃって見ててこううんってこう引いちゃうかなと思ったんですけど、ちゃんとその自己批判というか、だから自分に突っ込み入れるような場面があったじゃないですか。偉い先生の真似です、これは。あ、そうなんですか。演劇を中断しちゃうみたいなね。手法をやってる人がドイツにいまして。あ、そうなんですね。そういうの二番先生。面白い。先人の知恵も取り入れつつ。いやめちゃくちゃすごい。ありがとうございます。感動しました。はい、最近 YouTube でシェイクスピアとかそうなんです、その話したくてまだ時間とかそうです、マリサさんがテンペストでしたっけ、はい、串田さんの、はい、最近やっぱりシェイクスピアってところをきっかけにその演劇の言葉いくつか持ってきたんですけど、これってだからもともと舞台の脚本なんですよ、ね、全て松岡和子さん役ですそうです、最近松岡和子さん個人監役達成されて、最後の終わりよければ全てよしが去年の12月に完了したのでもう全部終わって、私ちくまぞんこの松岡和子さん役で全部揃えてるんですけど、うん、この方はちゃんとその舞台にね自分の翻訳をかけて、ね、自分の訳した文章がちゃんとマッチしてるかどうかっていうのを都度調整しながらやっていく翻訳なんで、私はすごく信頼してるというかすごく絶品なので、もう言葉がすごく素晴らしい超おすすめ翻訳なんですけど、響きで書いてるタイトルがマクベスのトゥモロースピーチっていうのから引用されてるっていうのを言われてるんですけど、まあ、一応マクベスちょっと今回読み直したんですけど、でもやっぱりあんまり中身たまたまこのマクベスの中に出てきたセリフの中からタイトルもらってきたよみたいな感じだと思うんですけど、そのあたりって何度も何度も火を見てたっていう記述が出てくるんですね。ベンジャミンが火をずっと暖炉に火を見てる。で、私的にはその火を見てるっていうことがこうキャディーを見てるっていう意味なのかなとか思って、常にこう家に火が灯ってるっていう、フォークナーが描く世界がマクベスのこう人生はたかが歩き回るかのような火にゆらゆらとこういろんな人の関係性が揺れて影になって見えるみたいなものと重なって見えて、あ、今日来てよかったですなるほど、そんなこうことを感じていて、はいはい、私はこうキャディをまあろうそくの火っていうふうに解釈して、今回それマクベスのトゥモロースピーチを引用し て, やって、なるほど、さすがですね何様だよってどこ目線だってすみません、すごい大物 YouTuber なんですけど、いやいや全然底辺にすらなってない状態ですので、血が喋る物語だっていうセリフにつながる部分ですからね、響きとかごめんなさい、私もめちゃくちゃ読みが浅かったです。いやでもシェイクスピア今すごくハマっていて、動画でもちょっとずつ、まあ、シェイクスピア全作品も見ることによって、うん、全体像を見ることによって見えてくるものはないかなっていうところは、すげーなー見習うべきですね結構やっぱり四大悲劇とか有名じゃないですか、はい、だからそれくらいはさすがに読んでたんですけど、もっと全部を見通すことによって何か見えてくるものはないかなってところで、でまあ私舞台も見たことないので、舞台もちゃんと見た方がいいかなとか、やっぱりその言葉に関する芸術っていう部分で演劇の言葉って今日すごくたくさん浴びることができたので、マリアさんとはもしよろしければ今後なんかそのシェイクスピアの関するなんかお話みたいのをちょっとさせていただく、動画に出してくれるんですか、ぜひむしろ出ていただけたらすごく嬉しい、お願いします。で私はもう本当に本読んでるだけの人なので、ただの本読みよりかもちゃんとその舞台実践されてる方、舞台で言葉をかけて自分なりのその感じたこととか日々考えているような方と一緒にこのシェイクスピアの言葉でなんか見えてくるものないかなっていうお話ができたらなって考えてまして、じゃあ皆さんぜひ動画を探してくださいで、ちなみに今どれぐらいシェイクスピアの動画出してるんですか？いやまだ1本で、今度もうすぐのその全体像の動画を出します。いきなりそこに行くんだ。まず全体像出して、で自分が読んだことあるのはこの、まあ、まだ3分の1ぐらいなんですけど、はいはい、まあ、これだけで、でその中でも特に良かったおすすめはこれですみたいな、今夏のような夢だけ動画出してるんですけど、次テンペスト行って、で次僕のすごく好きなあの恋の骨オリゾンっていうのがあるんですけど、これめちゃくちゃ面白くて、こんな私読んだことあるものから順に動画出してって、で並行して読みながら読み終わったものを順に出していくと、で全体像のマップみたいなのも動画も出して、なんかアカデミズムも変わってきますよね結構面白い、そのページ数比較とか今やってるんですけど、ページ数比較そういうなんか本当に軽いライトなところから読みやすさって気になるじゃないですか。なるほど。結構薄いんですよシェイクスピアの翻訳の本って、はいはいはい、一番短いので間違いの喜劇っていうのがあって、それが120何ページとか、めっちゃ薄いんですよ。まだ読んだことない人がちょっとハードル感じにくくなるような本当にライトなページ数何ページあるのとか、そういうところか、そういうところから今までシェイクスピア読んだことない人が読み出すってことですもんね。のきっかけにちょっとでも、まあ、貢献できたらなっていうところで、今日この場を借りちょっとマリサさんに出演依頼っていうね、それをしようかなって、はい、本当に今日は驚きと感動の連続で、こういう劇やりたいと思ってもそれを実際に実現できるスキルというか、
そういったものがないと今回こうコロナでみんなねスケジュールがこう真っ白になっちゃったりとかもあったんで、どっかしっかり稽古場を抑えてこうがっつりやるっていうのもなかなかやりにくい中で、まあ、作っていく過程を全部公開しようっていうコンセプトでこの企画をやらせていただいて、オンラインでそのムーさんにも出演させていただいた語らいっていう、まあ、響きと怒りについてだったり人生について喋るみたいなのをやったりとか、まあ、ワークショップっつって私の弟も参加してくれたんですけど、一緒にダンスを作ってみたりこの美術をみんなで作ってみたりっていうことをやって、だから本当にもう皆さんの力あっての今回の企画なんですよね。素晴らしい。一昨年の10月にカムカムミニキーナってお芝居出た時に、弟ずっと私が子供の頃から芝居見てくれてるんですけど、初めてなんかカムカム見た後にお姉ちゃん僕と舞台やろうよって言ってと思って、全然カムカムみたいな感じじゃなくなっちゃったんだけどなんか一緒にやれる何かがあったらとかって思って歌のが割と初動で、そこから一緒に、ね、映像にも出ていただいたりとかして、本当にジン君におんぶに抱っこで作らせていただいたの皆さんのおかげでございます。最初にこういうじゃあ舞台にしようって、まあ、なんとなくの形が思いついたところから、はい、このクオリティになるまでどれぐらいの期間で行ったんですか？緊急事態宣言が先月1月出た時に、ちょうど私たちは1月4日に西会津に疎開しまして、そこから1ヶ月間ですかね、1ヶ月ちょっと西会津で稽古させていただいて、いい雰囲気の木造のね学校で、超健康的な引きこもり生活を1ヶ月ぐらい毎日こう火を起こして、1ヶ月で作ったってことですか？がっつりやったのはね、すごっ。去年の夏ぐらいにカンパニー全員に大体こんな感じで作りたいですっていう、これぐらいのもう何ページあるんだみたいな台本を全員送って、誰からも反応がなくて悲しい。そこから1ヶ月2ヶ月ぐらいでこれぐらいになって、そこから12月の本番中に大体これぐらいにして、これで今みたいな感じ。その台本を最初にバーってこれぐらい作ったのと、ここを減らしたのってどっちが大変だったんですか？減らした後に少なくなりすぎちゃったんですよ、1回。あら、60分以下で終わっちゃって、稽古で通してみたら十分なボリュームだったんですよ。そっから戻すのに苦労しました。戻したんださっと終わりすぎちゃうねっていうので、どうしたらいいかなっていうので、60分でさっと終わる感じなんですか？演劇としてはね、割と短いかなって感じで、じゃあちょっとつなぎのシーンみたいなのを作ろうって言って、余白が足りなかった、ね、そうそうそう、余白ね、ただでさえ全力疾走の女なのにもっと全力疾走で終わっちゃうね一回休止するところを作ろうって言って、そういうのができたりしました。なるほど。そんな感じで、そろそろ名残惜しいんですが、お時間の方が参りましたので、ぜひムーさんの動画を検索していただいて、マリカの出演会もぜひチェックしていただければなと、ね、出演していただけることにどうやらなったのでよろしくお願いします。本当に皆さんお忙しい中今日はありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。